過去にいくつかの動画でお知らせした視聴者の回騒動、結果的に百田先生と有本さんが関係者から外れ、常念さんと健人さんが継続して活動されています。必然的に虎ノ門ニュースでは話題にしにくいと思っていましたが、名前が出てきました。2022年2月9日水曜日の虎ノ門ニュースより、 NHK 受信料値下げや外資規制見直し放送法改正案とありますが、最後こちら深入り参りましょう。時事通信の記事の概要です。政府は4日放送法と電波法の改正案を閣議決定しました。 NHK 受信料の値下げ原資を確保するための積立金制度の創設を盛り込んだということです。また外資規制の見直しや携帯電話の周波数を再配分する制度の導入も行うとしています。今回の改正では積立金制度のほか、テレビがあるのに正当な理由なく受信料を払わない世帯から、すごい表現ですね、割増金を徴収できるようにするということですと、こういう記事ですけれども、それでも払うとは限らないです。それね、電波の配分の変えるわけでしょ。これもすごくいいことです。今皆さん既得権として、これ電波の利用独占的な権利を持っているわけだけど、これ再配分を考えた方がいいですよ。それは確かに。それが思い切った放送法改正ができるのかどうか、私たちは視聴者の会をやってるんですけれど、ええ、それで例えばテレビ局の外資がどれだけ入ってるかということも、この法案の中に入ってるわけでしょ。重要な骨子ですね。ですから外国がね、放送法 20% 以上持ってはいけないとかね、そういうのも大事だと思いますけど、 BBC でもね、イギリスの BBC でも大体みんなそうなんですね。見直しの動きがね、本格化してますよね、とのことです。いろいろと問題の多いテレビ業界ですが、中でも NHK の集金システムをはじめとした歪みは正してほしいと個人的には感じます。それに対してのカウンターとして視聴者の会の存在意義は大きいと思っていました。このシーン、視聴者の会の名前が出た際に一平さんが相槌を打たれていることから、何らかの報道規制が敷かれているわけではなさそうです。以前ケントさんは常念さんと BPO というテレビ番組の変更報道へのツッコミコンテンツをトラハチで行っていました。今後も視聴者の会と絡めたコーナーの新設等があるんでしょうか。ケンカー君もそろそろ僕を絡めた新コーナーを作ってはどうかな。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。